エリス・ロデリック・ダンガンは、インドで活動した、アメリカ人映画監督。1936年から1950年に、かけて、タミル語映画で活動した。南カリフォルニア大学出身で、1935年に、私記した。MG ・ラーマ・チャンドラン、T.S. バー・ライアー、N.S. クリシュナンの俳優デビュー作、ソティ・リー・ラバティを監督したことで知られている。 ダンガンはアメリカが州国オハイオシューバートン出身のアイルランド系アメリカ人である。セントクレアーズビルのセントクレアーズビル高等学校に通い、同校のサッカーチームではクォーターバックを務めた。彼は学校年間の編集長を務め、学校年間作成のために初めてボックスカメラを購入した。1932年に南カリフォルニア大学に入学し、 新設された映画芸術学部に所属した。アマビカパティの撮影風景1935年、ボンベイの同窓生、マニカラ・アイ・タンドンの招待を受け、同窓生、マイケル・オルマレフと共に、イギリス領インド帝国を訪れた。タンドン家は映画産業への参入を模索していたが、一家は参入に失敗した。タンドンは二人を連れて、カルカッタに向かい、同地でタミル・コエが、 バクタ・ナンドノルを監督した。その際、タンドンは映画プロデューサーの AN ・マルダ・チャラム・チェッティ・アールにダンガンを紹介し、バクタ・ナンドノルの制作で手一杯だった自分の代わりにダンガンを新作映画の監督に起用するように進めた。これによりダンガンはソティ・リー・ラバティで監督デビューした。同作後にタミル・ナードシュ首相となる MG ・ラーマ・チャンドランの 俳優デビュー作でもある。弾丸ンンは1950年までタミル語映画を中心に活動した。彼はインドの言語に関する知識がなかったが、映画を監督する際に特別問題になることはなかったという。弾丸ンンの監督映画はヒンドゥー教に基づいた神話映画が多かったが、当時ヒンドゥー教徒以外の立ち入りが禁止されていたヒンドゥー寺院で撮影する必要があった。 彼はこの問題を解決するためカシミール人のパンディットに紛争して寺院に潜入し、撮影を行った。彼は、タミル語映画に現代的なメイクアップ技術や、モバイルカメラ、キャバレーダンスを導入し、舞台演劇からの脱却を図った。1950年に監督したポンムジでは、濃密なラブシーンを描いたことで批判を浴び、新聞からは下品なシーンを描き、 アメリカ流のやり方で大衆を腐敗させたと国評されている。同年に最後のタミル語映画マンティリー・クマリを監督した。その後はアメリカに帰国し、1958年にウェストバージニア州ホイーリングに移住した。アメリカではエリス・ダン・ガンプロダクションを設立し、ハリウッドの映画プロデューサーのデューク・ゴールド・ストームのためにドキュメンタリー映画の制作を手掛けた。 2001年12月1日、弾丸はホイーリングで死去した。ありがとうございます。